どうもこんにちは、なっちでございます。今週はあえて週末に投稿してみようっていうパターンです。今週はね、炎タイプウィークっていうイベントが行われてまして、まあ来たる限定イベントに備えようっていう、まあ準備期間的なイベントですね。新ポケモンロコンもね、実装されましたけども、久々にトープ洞窟帰ってきてますよ。僕は何ヶ月ぶり？そう、僕ポケモンスリープユーザーとしては珍しく、まあ、特に旨味のないってか、まあ今でも旨味出たのかって感じではあるんだけど、まあ、あの食材タイプが手に入るぐらいしか旨味がなかった、初期のトープ洞窟からトープ洞窟をなぜか攻略してて、まあ、あの600族のねバンギラスを作りたいっていう理由でこもっていたんですけど、イワークが追加されたタイミングでヨーギラスの厳選終わっちゃって脱出しちゃったんですよ。はい、めちゃくちゃね、久々にトープ洞窟来ましたね。 BGM が一番いい、ここが。ってことで、まあ現状のお話と、リサーチをね一回していこうと思うんですけど、まず聞いてほしい。僕今日の嵐のフレンドポイントレベルが36ぐらい、もう40手前です。もう数匹捕まえたら金枠2個確定っていう状況なんですけど、なんと戦力がこの子しかいません。本当に僕のトープ洞窟攻略をね、初期から支えてくれている洞窟攻略隊長、こいつしか木の実S引いてないんですよ、今まで。で、もう一体いるんだけど、レベル75だったかな、3枠目にある木の実S の日の嵐が全く引けてないっていう、30何匹捕まえてっていう大沼っぷりをね発揮してまして、ちょっと限定イベントやべえなという状況ですよ。で、そこに現れたのがロコンというポケモン。言いたくないんだけど、最近追加されるポケモンがね、なんとも微妙な中、ロコンはね、普通にガチ性能というか、いい性能で実装されました。まさかの木の実タイプで、スキルが元気エールと。ちょっと前にね、元気エールの調整がありましたけど、まさかのキュアバーが本命ではなく、こっちが本命だったっていう。で、このロコンのいいところが、まず、進化にレベルが必要ありません。炎の石っていう、まあ、ちょっと高級なアイテム使いますけど、レベリング必要ないっていうのは、即戦力として非常に優秀と。で、肝心のキューコンのスペックなんですが、なんと爆風とほぼ一緒。ちょっと食材がね、豆なんで、あ、でもコーンもあるのか、まあ、対する爆風ハーブを持ってきますので、まあ、若干食材はね、個人的には爆風の方が優秀かなって感じはするんですけど、全然張り合える性能してるっていう。なんならスキルはこっちの方がね、はるかに優秀ですから。確か限定イベントはスキル確率アップとかもありますので、炎タイプのね、それ考えたらかなりキューコンはね、強いんではないかと個人的には注目してるわけですよ。で、僕は日の嵐の戦力が全然ないので、今日ロコンの木のミス出しますその気持ちでリサーチいきます。ロコンも7体ぐらい捕まえたので、今日3体とか出てくれればまあないと思いますけど、金枠確定も夢じゃないですね。さあ、まずはスヤスヤをちゃんと取れたかどうかなんですが、どうでしょうね。ちょっとウトウトっていう可能性があります。3度寝ぐらいしたんで、どうだい。あ、いけそう、スヤってそう。ナイスナイスナイス。いや、でもね、眠気パワーが高すぎてね、キューコンこんにちはとか全然あるんですよね。ロコンちゃんでお願いします。日の嵐でも良い。さあ、お腹の上か。おい、どういうことやねん。そう、この前ね、ちょっとポケモンのパワーアップがあったんですよ。ソーナンスとかルカリオとか、あとはゴルダックとかパワーアップしたんですけど、ゴクリン強化なし。こいつを一番救うべき。さあ、左行きましょう。ほらほらほら、恐れていた事態、キューコになっちゃった。人影もいらんすね。さあ、右側。おい、誰もいらんやんこれ。いや、これね、キュウコンね、直撮り無理なんすよ。石進化なんで、めちゃくちゃゲージ多いの。チャンスがついてもね、ちょっと食わせる気にならんなっていう感じなんでね。うわ、大外れっすね。まあ、ロコンの飴と考えればうまかったのかもしんないけど、チャンスつかんかったらもう今回スルーですわ。まあそうだよね。は？飴がまあ14個悪くないですね。いやー、だってもう今日で終わりでしょ、今夜でこのイベントで。1週間まああるんですけど、まだ限定イベントまでね、あるんですけど、
この他のタイプが登場しないトープ洞窟でウトウトを取ってしまうと本当に終わりなんで、怖いんすよね、トープにこもるのが怖くないですか。スヤスヤ取れたらまあハッピーっすよ。ウトウト取っちゃった時の代償がでかすぎるんだよな、ここ。そこね、改善されなかったんですよね。結局ロコもスヤスヤなんで、ポイズンフェスティバルがやべえっていう、まあグレッグルっていうね、最近ちょっと評価上げたポケモンいますけど、ウトウトはやばいんですよね、結局ね。ということで戦力増えませんでしたと。いやー、ちょっとね、まずいんですよね、このままだと。まあ一応エンテイベント若草ですので、他のね、木の実タイプで補うっていうか、その木の実ガチャさえ成功すれば、ヒメリ、ウブ、なんとかとかやればさ、大腸とかも参加できるわけで、まあそれを狙うのもありなのかなっていう感じですね。てか現状はそうなるどうあがいてもそうなる。こいつしかいないんだもん。あ、で、そう、レベルをね、上げるのが非常に大事だなと最近気づきまして、そう、ちょっと前にね、僕、ポケモンのレベルが上がると木の実のエナジーが増えるってことをね、知ったんですけど、ちょっと気になったんで、計算してみたんですよ。レベル50の爆風と、レベル30の爆風、まあ、ほぼ進化したての爆風だと、なんと、ヒメリの実1個でこんなにエナジーの差があるんですよ。倍まではギリいかないけど、もうほぼ他のポケモンみたいなスペックですよね。ここにカビゴンのね、好きな補正で2倍入って、で、フィールドボーナスとかもあって、さらにね、伸びますので、下手したらね、2倍ぐらいの差がつくんすよ。同じポケモンでも、レベルをちゃんと上げれば。まあ、ライチはちょっと育成が追いついてませんけど、ちゃんとね、こう、使ってるポケモンはね、50とかまで上げるようにしてて、いい個体がたくさんいる方はいいと思うんですけど、まずはね、1体をね、強くするのも大事なのかなっていうのに気づきましたね。まあ、トープ洞窟とかだったら、正直戦力は、イワーク、爆風、キューコンぐらいしかいないんで、まあ、爆風何体も作るとかね、キューコン複数作るとかもいいと思うんですけど、エンテイベントは若草なんで、多分スイ君もそうなるんで、何体も同じポケモンを作って進化に飴を使うぐらいだったら僕は一体をね、がっつり強化して、がっつり強化組でこう、木の実ガチャで固める方がね、効率はいいのかなって思いましたね。で、今週はですね、煉獄さんを作っておりました。ちょっともう来週に向けてね、来週というか明日に向けてもカビゴンくんはご飯を食べれない状況なんですけど、ジバコイルくんがね、鍋を最大までやっちゃってくれてますので、飯はねちょっと朝4時まで待ってやっていう状況なんですけど、カビゴンくん、まあエンテイベントの時もね、この煉獄コーンキーマクアレを作ろうかなと思ってまして、これが今レベル37まで1週間できました。爆風を採用するとジンジャーとハーブを持ってくるんですよ。で、うちのリザードンは木の実Sもついててミートミートなんで、ミートもたくさん溜まりますよと。チームの傾向的に非常にね、向いてるんですよね。で、これ今フィールドボーナス含めて3万後半ぐらいまで一色でいきますから、若草で食わしたら多分4万とか超えると思うんで、また来週もね、これ作り続けて、エンテイベントの時には、まあ、カンストとはいかなくても、レベル50ぐらいになったね、キーマカレーをね、食ってもらおうかなっていう作戦でございます。いや、来週が勝負ですね、本当に。うまくいけば日の嵐は金枠2個確定。ロコンは金枠1個確定までいけると思いますので、まあ、そこで木の実Sが引けるかどうかで僕のね、エンテイベントは決まってきますよと。あ、そうだ、皆さんちゃんと今日のアメブーストを使いましたか？アメブースト忘れますよね。書いといてほしいわ、なんか、アメブーストありますみたいな。忘れたって方はね、この動画見終わった後にぜひ使ってください。あ、そうか、エンテイベントで食材プラス1個なのか。これも煉獄カレーに追い風ですね。で、先ほども話した炎タイプのメインスキル発生率 1.5倍、これはキューコンとね、リザードン大暴れの予感で、イベント1周目、炎タイプのお手伝いポケモンのスキル発動時にスキルレベルプラス1、これもまたキューコンとね、リザードン大暴れ。爆風はね、これがね、まあ、意味がないことはないんだけどね、そんなに恩恵受けれないっていうのがね、ちょっと微妙ですよね。だから、まあ、ウィンディーとかも普通に強いんじゃないかな、こうなってくると。で、なんと、イベント2周目は、スキルレベルプラス3。ここもやばいっす。もうリザードも食材ボロボロ出すし、キューコンめっちゃ回復させるし、ウィンディーもめっちゃお手伝いサポートするし、なんなら一周目でエンテイのいいやつゲットできた人とかやばいっすよね、俺。エンテイが普通に暴れそうな、あれですよね。なかなか種を使う勇気が出ないブースターとかもね、この機会に活躍できるんではないでしょうか。
園庭小ピックアップとか言ってるけど本当に出んの？まあ、またあの園庭イベント直前に戦力集まったのかね、結果を話したいと思います。ご視聴ありがとうございました。